出すのはやれることを全部やってから。いいわ、ごっこ遊びをしましょう。青子、出し惜しみはなし。目いっぱいぶん回すわ。後悔がなければいいけれど、先のことは誰にもわからないから。私はただ青崎の家を継いだだけだもん。使う気もないわよ、魔法なんて。あの子が困ってるって聞いてね。先にそのお兄さんから始めても構わないよね。呆れた。逃げられると思っているの、トウコさん。切り札というものは先に出した方の負けなんだよ。あなたが言っても何もできない。でも会いに行くのね。神父は悩みを暴くのが仕事ですから。本当物好きね、しずきくんは。約束は自分のために果たすものだって教えてくれたのは青崎だ。俺はそうしたかったんだ。お望み通り、本当の魔法を見せてあげる。